新そうなおにぎり、見てこの艶やかなお米。これね、ヤスのおっさんおにぎり食堂でテイクアウトしてきたんやけど、もうここのカフェで今食べていい？食べていい？食べていい？食べていいよ、もう新米の季節やからね。いただきます。一人だけええー、の一人だけええー、のおいしい。すごい、こっから食べたいやんか。そんなごめんごめん、わしも食べたいやん。ちゃんと用意してるから。え、ほんまに？そんなん、いや、嬉しいな。食べる、そんなガメちゃん、ガメちゃんじゃないんですよ、どうぞ。ありがとう、ありがとう。いや、新米の季節やからね、ほんまに。あのね、僕はね、あのお米が大好きなんです。よくそんなもんしょぼーいギャグばっかり出てくるね。だって僕はお笑いの新米なんだもん。人間が新米です。すいません。おいしい、これ何個でも食べられるな。ね、おー、新米ってね、毎回うまいこと言いますよね。ゆうたもうまいですよ。いやいやいや、まあ、私もお米が大好きなんです。まあね、無人島に何か持ってっていいよって言われたら、お米と炊飯器持っていくぐらい好き。うわー、そこまでですか。はい、電気どうするんですか。いや、すいません、ちょっと僕変なこと言いましたね、すいません。こうやって火を起こすか。いや、それがちょっと引っかかっちゃった。いや、でもお米美味しい。それぐらいね、持ってきたいぐらい大好きな方多いです。ただね、お米の消費量ってですね、だんだんとね減ってきてるって、そんな話もあると思うんですよ。はい、ただコロナ禍で皆さんおうち時間って増えたじゃないですか。ですから、お米の消費量また戻ってきてる、増えてきてるかもしれませんよね。そうですね、うちだって10キロ買ってたの20キロになりましたよ。倍ですか。はい、そうか、消費量やっぱり増えてますね。うん、そうそう、お買い物になんかも行けないからね、1回にたくさん買おう、はい、たくさん食べよう、ね、で大事にお米を食べて、ご飯を食べて。そうなんです。さて、今回のビズラボはお米の栽培にこだわり抜いた会社の登場です。スマート農業などを駆使して地域の農業を盛り上げています。滋賀県内のさまざまな企業にフォーカスするビズラボ。今回ご紹介する企業はですね、おーよい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 、まだ食べてたんかい。だって美味しいんだもん。止まりません。はい、そうでしょう、そうでしょう。実はですね、そのお米、今日ご紹介する会社が栽培したお米なんですよ。どんな方が作っているのか、熱い社長の登場です。おいしそうなおにぎり。こちらの安野おっさんおにぎり食堂では、精米したて、炊きたて、握りたてを提供しています。おにぎり屋さんなんで、お米が一番大事ということで、もう滋賀県お米美味しいとこいっぱいあるんで、各地のお米を食べさせていただいたんですけども、その中で美味しくて、しかもおにぎりにぴったりなのがカフカ米でした。こちらでは甲賀市のカフカ米を使用しています。その理由は、甘みがあるのに、あの艶があって、すごく粒が一個一個はっきり感じられるっていうのが大きな特徴ですね。お米がね、うちおにぎりを握らずにふわっと握って海苔で締めてるんで、お米の大きさっていうのも大事になってるんで、それもぴったり。大絶賛のカフカ米、どんなお米なんでしょうか。甲賀市の土に大きく関係しているようです。カフカ米というのは300万年前に琵琶湖があったとされる、この甲賀町の小琵琶湖層という、その土で作ったお米なんです。その小琵琶湖層という土で作ったお米っていうのは、ものすごくこのミネラルが豊富で、で結構粘りが強い、で甘くなっているっていうのが、カフカ米の特徴なんです。小琵琶湖層という粘土質の土壌と、鈴鹿山脈からの清流伏流水を使用してお米が作られています。そのお米をカフカ米としてブランド化したのがカフカサービス。カフカサービスは中古農機具の買い取りから始まり、7年前からは農業事業部として農家から農地を預かり、お米の栽培も行っています。
農機具のリサイクルをしてると、どうしてもそういう離農される農家さんに出会うことが多い。でその中で田んぼの受け手がいやへんねんと。農業事業部を立ち上げたのも高齢化による田んぼの後継者問題。あとお前やってくれへんかとご提案を受けて、で僕何も知らねえんって言うたら、わしが全部教えちゃったさかいにっていうことで、その方が手取り足取り教えてくれはったおかげで農業を始めるきっかけになったんです。一から農業をスタートさせた藤田社長でしたが、現在は甲賀市を中心に30数戸の離農した農家より13ヘクタールの農地を預かるまでに。栽培品種は滋賀を代表する水鏡、コシヒカリなど8品種。栽培には強いこだわりを持っています。おかき牧場の牛糞堆肥を持って帰ってきて、もみ殻と再発酵させて、でそれを田んぼに撒いてます。で田植えした後草が生えがちなんで、そこは一発除草剤というのを使いまして、カメムシがついたら被害量になっちゃうんで、一般の人たちは流剤を撒いて下から吸わしてはるんですけど、うちは下から吸わすともみの中に入ろったらかなということで、ドローンで葉面散布っていうのを行ってます。農薬とかほとんどうちは最小限の最低限。また収穫後厳しい工程を実施しています。まずこの祖先機で藁と草の実を取って、この次にもみすり機に入って、このもみ殻を取って玄米になると。玄米の中にも石や草の実が混ざってるんです。でまずはここで石だけを取り除く。石が取り除いたやつをここの選別機に入って、でこの中の網目で振られることによって未熟米とか草の種等を除きます。でここで色彩選別機でこういうカメムシやゲマイモミとか異物ですね、こういうのを全部除去します。ここ でまたもう一遍この中で網に振られます。これはもう第一、これうちのカフカ米という袋にあります。でこれはもう第1位の米、このお米がもう優勝米というかね、雑味を全て取り除いたお米になってます。まさに勝ち抜いた良い米粒だけがカフカ米としてデビューできるんです。ここまで厳しい選別を行う理由とは、こう収量を目指すのであれば多い方がいい、境に手前で止めておくとはいいんですけど、私らやっぱ品質を重視にしてて、人が食べてくれた時に美味しいなっていう感覚を持ってもらいたい。その品質に対する検査も。カフカサービスでは食味検査も会社で行っています。食味値が83点のお米であると。83なんで一応ねスコアで言うと良いなんですよ。で数値で示すことによって、これは美味しいのか美味しいないのかっていうのを、まあ私が美味しいというよりも第三者がまたこう証明してくれる。それだけではありません。世界基準の認定も取得。グローバルギャップっていう認定がありますよね。これはものすごく厳しくて、ジャパンギャップ、アジアギャップがあって、グローバルギャップっていうのがあって、もうオリンピックの選手村でも出せるっていう国際基準の社長が一生懸命頑張って、なんでそんなコストかかることをするんやとか、いろいろ意見ある中で、いや私はこれは取るんやって頑張っておられる姿を見て、まずそこのしっかりと基準として、安全性も保たれているところありますし、カフカさんのお米っていうのは味以外にも米が割れることが少なかったり、不良米が少ないとか、もうそういったところでも違いは明白ですね。さらに ICT などの先端技術を活用したスマート農業にも取り組んでいます。一応4台、ここには4台あります。農薬散布するドローンを買おうと。で農薬散布するドローンを買うということは、それをいつ適期に農薬散布をしたらいいのかが分からへん、それを空から監視させようということで、マルチスペクトルカメラのついたドローンを導入したと。一気に 6枚の画像を上空から撮影することができる。これを解析することによって、今の現在の稲の具合を見ることができる。
これだと黄色いところがもう枯れて、赤いところがまだだっていうから、もうちょっとやなっていうのが分かりやすいですよね。こうした品質への努力の結果、納品先も拡大、県内に限らず東京銀座の割烹料亭に採用されています。そんな藤田社長に農業を始めるきっかけをくれた恩人が。今年もおかげさんで養蚕取れましたわ。はい、ありがとう。おかげさんでほんまに、はい、あの美味しいお米になってますし、はい、実際のとこ90歳やね。ほんでもう10年前に田をやめようかな、ここの元々はここのうちの田んぼやってん、それを小作で作ってた、もうやめようかなと思った時にこの救世主で現れて世の中救世主で、そうやそれはなかったらこの荒れ地の田んぼになっちまう。初めやった時なんかほんま恥ずかしいような田やった、うんうん、何も知らなんだで、うんうん、これ教えてもうて、教えてもうて、こうしたらええ、ああしたらええ、こうしたらええ、ああしたらええって教えてもうて、で、あと一人前に田が作れるようになってきて、僕らこの空に農業教えてもらわへんたら、農業ってな、うちに農業なかったですからね。キミコさんが土地を貸してくれて、で、僕に、あの、許認可が取れるように、ちゃんと手続きまでキミコさんがしてくれはったから。だからキミコさんが…作ってもうてんねや。いや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 、そこまでしてくれたさから、僕らも大きい顔して農業ができるようになったし、本当に1年でも2年でもずっと先長く作ってもらいたい。そう してもらわないと帰ってきたら困るやん。そんな感謝の言葉しかございません。えらい上がってきたわ。上がってきた。おにぎり3つのとこ4つ食べてもらった。良い方がなったんだ。これは豊作やど。もうでも、もうでも、地域の人からも慕われる藤田社長。その右腕として働く専務の山脇さんは、もう社長はね、何やろ、発想力と行動力がすごくて、まあ、そこは尊敬しますね。農業に対する愛ちゃいます。もう皆さんの笑顔が見たいっていう、うん、それはもうそこ、もうそこですね。喜んでもらえてありがたい、うん、もうちょっと、もうちょっと儲けたらええのにとかね、やっぱりこう思うんですけれども、やっぱりそれが社長なんでしょうね。人が良すぎるというか、はい、それがいいとこやと思います。農機具でも高く買っちゃうからね。そうなんですよ。もっと安く買うたらいいのに言われてね。必死に必死に経営してる、うん、だからザクザク儲からへんから、ザクザク儲かる体制に、まあザクザク儲かるって失礼な話か知らんけど、まあ、そこそこもっともっと利益が出るようにはしていかないかんのですけど、やはりその利益を、利益も大事だけども、やっぱりこう人の心っていうのは大事にしたいです。人間としてね、やっぱりこういう風にしていけばいいっていう、やっぱり理想があるんで、そこは絶対この金儲けのために踏み外したくないっていうのが私の思いですね。いやー、強い思い伝わってきましたね。藤田社長に拍手ですよ。そうです、私もです ね、もう発想力と行動力と地域愛ですよね。はい、まあ、利他の心もあり、それから耕作放棄地ですとかね、後継者不足の問題を解消する、うん、スマート農業もされてると、全部をですねされてますよね。そうですよね。そんなグローバルギャップ取得のカフカ米を使って握った安のおっさんおにぎり食堂のおにぎり、いただきましょう。いただきます。あ、ものすごく甘いですね。しっかりと粒が残ったの、握り方もお上手ですね、これね。おいしい。じゃあ私もいただきますね。いただきます。うーん、笑顔になるなる。あ、すっごい甘みプラス旨みでね、お日様の匂いがする、こう思いっきりこう吸い込みたくなるような、いい日向の香りがしますよ。まあ、我々外にいますからね今ね、うん、本当にこの日向の香りがする。そうですね、はい、のぞみちゃん、マスターどうですか。私は秋にぴったりな鮭おにぎりです、はい、僕はこのたらこおにぎりです。どうですか、もうこのままおにぎりパーティーしましょうか。いいですね。はい、そうしましょう、そうしましょうって言いたいところですけど、番組まだ残ってるから、はい、もう参ったな。この後ビズロムです。寒いな。そう？寒いな。どっかから隙間風入ってるんじゃない？いやいや、普
懐が寒いと言ってるんですよ。懐って今更いつものことや。いや、あのね、コーヒー豆の値段がバンと上がったんですよ。大打撃ですよ。もしかしてこのコーヒーも値上がりする？安心してください。今日から1杯3000円になっております。3000円？はい。値上がりしすぎやろ。いやいや、サービス料、人件費。人件費ってあなた一人しかいないでしょ、うん、そんなん言ってるとね、唯一の顧客ののぞみちゃんが通わなくなったら隙間風どころか木枯らしが吹き荒れるで。うわ、それは恐怖です。恐怖、恐怖、恐怖。私はあなたが恐怖。あ、恐怖の味噌汁にしよう。お後がよろしいよ。あの二人のやり取りで番組の視聴率も上がるといいですよね。そうか、そうか、そっちが上がるわけですね。でも物の値段、先生高くなってますよ。はい、そうなんですよ。だから、うん、マスターが言ってたですね、コーヒー豆の値段が上がるとコーヒーの値段上げなくちゃいけないかもしれないっていうのはその通りかもしれないですよね、はい、確かに最近物の値段上がっているものもありますけれども、皆さんどうですかね、生活の中で値上がったな、最近高いなってものはないでしょうか。マスターはどうですか。最近上がったって言ったら、のぞみちゃんの気ぐらいですかね。もう高くなってすごく困ってるんです。失礼ね。ちょっとその質問には答えられないですね、うん、私。そうですね、番組的には面白いけどね。宮城さんどうですか、上がったって言うと。私ガソリン、まあすごい上がり具合で、はい、もう産油国の思惑一つでこんな振り回されて、もう減産反対と手を大きく挙げます。あ、さすが南さん。そうですね、産油国の生産の抑制があって値段が上がったものってもありましたよね。そう、はい、そう、私たちの生活にも値上げがありますとね、じわりじわりとあの影響するもの、それが物の値上げなんですよね、はい、そこで今回はこの秋に値上がったもの、それから今後値上がり予定のものっていうのをですね、まとめてみました。聞きたくない、はい、そうなんですよね、もうならないで。そうなんですよね、はいはい、今まであの話に出てこなかったものの一つ、小麦ですね。はい、これはですね、政府が小麦をあの買い取りまして、それをですね、製粉会社などに卸すんですね、はい、その時の売り渡し価格っていうものがあるんですが、うん、こちらが1トンあたり10月の1日から61,820円に引き上げられました。こちらは13年ぶりのですね、大幅値上げとなっていまして、うん、ですから10年の中で最も高い価格になってるんですよ。で、具体例で言いますとね、はい、これ農林水産省の試算によるものなんですけれども、うん、食パン1斤あたり 2.3 円、うどんは1杯あたり、外食ですけれども、うん、1.4 円の値上げ、ラーメンですと1杯あたり、これも外食ですが 1.0 円の値上げ、そして小麦粉ですね、これ私たちも買いますけど、はい、1キロあたり 14.1 円の値上げ、結構な割合ですね、まあ、4月からね 19% アップしてますから高いです。じゃあますます滋賀の美味しいお米に注目が集まるかもしれないですね。そう、まあ、お米になりますよ ね、小麦じゃなければお米ってことになりますね、はい、それから同じあの食品の関係でいきますとね、うん、マーガリンですとかコーヒー、それから冷凍食品などもメーカーによるんですけれども、数円あるいはの数十パーセントまでですね、値上げがある、あるいは、ね、予定されているものもありますよね、はい、この辺はちょっと気がかりかもしれませんね。そして南さんがおっしゃっていたガソリンですね。ガソリン、これはニュースなどでも出てますから、はい、上がったなってあの感じる方も多いと思いますが、2021年10月11日時点なんですけれども、全国平均でレギュラーガソリンの店頭価格、こちらが1リットルあたり 162.1 円になりました、はい、これ2014年10月以来7年ぶりのです高値なんですよ。はあ、ものすごくあの上がってますよね、上がってる気がしますね、はい、それからあのガソリンにちょっと近いところでいくと電気料金、うん、これも大手電力会社10社ですとか大手都市ガスの4社がですね、これから値上げ予定だということですね、はい、いろんなところで上がってるわけなんですけども、どうですかのぞみちゃん、こんな話を聞いてどう思われますか。いやー、ちょっときついですね、大好きなサンドイッチ食べられなくなってけど。サンドイッチ、そうですよね、はい、なんであのじゃあ値上げがあったんだろうって気になりますよね、はい、なんかこんなね、いろんなところで値上げがあったのか、ね、うん、はい、これはですね、一つには
コロナ禍っていうのが影響してますね、はい、コロナ禍で、需要が一回下がりました。でも経済の回復が世界中で需要が高まることになって、需要が高まったんですけども、逆に供給する側が追いついてないんですね、はい、例えば海上輸送なんかが人手が足りない、追いついてない、じゃあそこの値段が上がっていくので、物の値段に転嫁しなくちゃいけないというものがありますね。それから天候不良ですとか気候変動の影響で、はい、物が取れなくなってくると、当然買えるものが少なくなりますから、物の値段上がりましたね。そういった影響が考えられましたね。そうですか。先生、この値上げいつまで続くんでしょうね、はい、一旦はコロナ禍が落ち着いてくると全体的に落ち着くことはあるんですが、はい、人口が増えていく、需要が世界中で増えていくことがもう一回起こるようになると、やはり値上げっていうのは止まらないと思います、うん、で天候不良とか気候変動っていうのもこれからも気になりますよ ね、 そうですね、はい、取れない食品が出てきますから、はい、この値上がりがあるんです。で、うん、日本特有のことで言うと、はい、今までは内容量を減らして値段据え置きっていう実質値上げって多かったじゃないですか。ありました。ポテトチップスもいつの間にかすごく軽くなりましたもんね。はい、そうです、ね、でこれからは、うん、そういった実質値上げがなくて、うん、物の値段を直接上げようというダイレクトな値上げがありますから、はい、日本の食品なんかのことで例で言うと、物の値段の上がり値上がりというのはあると思います、これからも。なるほど。それはいいサイクルにつながっていくんですかね。はい、そうするとですね、はい、まあ、物の値段が上がるってことは、はい、買ってもらうメーカーさんに入ってくるお金って増えるじゃないですか。増えますよ。増えたら、はい、そこで勤めている会社員に払う給料も増えて、うん、また消費できやすくなるっていうと、いいサイクルになりますよね。なるほど、はい、うん、これ経済の順調に上がってくる証拠なので、うん、給料とか賃金大事なんですよ、はい、でそこで最後、2021年の最低賃金全国で引き上げっていういいニュースがあるんですね、はい、これはいいニュースだと思います、うん、2021年10月から適用となる都道府県別の最低賃金の改定率、はい、こちらが公表されました、はい、10月から全都道府県で最低賃金の引き上げが実施されまして、全国で平均28円の値上げとなったんですが、うん、これどのぐらいの値上げかというと結構な大幅です。昨年度プラスマイナス0円から3円までだったんですね。それに引き換え今回28円の値上げ、引き上げですから大幅な引き上げになりましたね、はい、これいいニュースですね、はい、ちなみに滋賀県の場合は1時間あたり従来の868円から28円の引き上げとなって896円、この10月1日金曜日から適用されてますね。なるほど、はい、滋賀県の賃金も上がってますよ。そうですか。まあ、滋賀県中小企業が多いですから、お金を払う方の社長さんたちは大変だなと思うんですけど、でも働く人たちのこうモチベーションが上がっていいサイクルになれば会社自体も儲かっていくかもしれないですからね。そうですね、はいはい、そこに期待したいと思います。以上、ビズログでした。秋が来た、秋は望み、秋は望みの季節ということで、ステイホームも長かったしちょっと遠出したいな。僕はやっぱりね、温泉に浸かってグッとこの地酒なんか飲んでね、いいですね、贅沢なお料理も食べて、はい、でもそんなに遠くなくて気軽に行けて安くて、そんな旅行がしたいな。それって滋賀ですよね。ああ、そうですね。ね、プチ旅行できるといいですよね。そうですよね。テレビをご覧の皆さんも同じ気持ちになったんじゃないでしょうか。最後に耳寄りな情報をお届けしましょう。滋賀県民限定の今こそ滋賀を旅しようが11月末まで延長されます。県民の方であれば県内の宿泊で宿泊補助割引と滋賀周遊クーポンが提供されるお得なプランです。使用できるのは県内にある170施設以上の旅館ホテルの特定の宿泊プランです。わあ、南さん、それはどこで申し込みできるんですか。はい、いい質問ですね。それにはまずコンビニエンスストアに行きましょう。コンビニに行ってコンビニ券を1000円で購入する必要があります。それをもって滋賀県内の旅行会社で対象となる宿泊プランを予約するか、あるいはオンラインサイトや直接宿泊施設へ申し込んでください。合言葉は滋賀旅で泊まりたいです。宿泊日当日にコンビニ券と身分証明書の提示で割引が受けられます。
あらかじめ空き状況をご確認されてからコンビニ券を購入されることをお勧めします。皆さんも感染対策をしっかり行って滋賀県の魅力を訪ねてプチ旅行しませんか。経済も活性化しますよね。そうです。自分の消費がですね、地域に還元できる機会ですからね、いいですね。そうですね。もみじのように明るい秋を満喫しましょう。